皆さんこんにちは、遠藤よしこです。今日はホリデーカタログから私がオーダーしたものをちょっとご紹介したいと思います。本当は福岡に届くのっていうのは2日間ぐらいかかるんですけれども、なんと翌日にオーダー翌日に届いたので、なんとなくこれするつもりなかったんですけど、なんかちょっと嬉しくなっちゃって、ちょっとビデオを撮ることにしてみました。で、そんなにいっぱいは頼んでないつもりなんですけど、一応私がメインで頼んだのはこの2つ。これはクリングスタンプでちょっとフローラルな感じなんですけれども、オールシーズン使えそうな感じのちょっと水彩風のやつですね。今までもいくつかこういう水彩風のあったと思うんですけれども、今回のは見本がすごく綺麗だったので、ついつい手を出してしまったという、もうこれ以上お花なんかいらないんじゃないのって思ったりとかもするんですけれども、こういう陰影とか、こういうお花の感じ、少しガーランドに使えるようなものであったりとか、お花もすごく上品な感じで、今まで持っていた水彩のものと一緒に組み合わせられるかなと思っていて、で、さらにこれには、台も付属でついてくるので、それは今までの水彩のものとちょっと違う点だなのかなと思います。なので、それが一つと、あと、このタグス&タイディングスというやつです。去年、似たような感じのシリーズで、クリスマスツリーのやつ、名前忘れてしまったけれども、があったんですけれども、で、かなり喜んで使っていましたが、今回は同じような感じですね。同じシリーズのような感じで、で、さらにこれに台もついていて、いろいろなタグが作れるというものなんですね。スタンプとしても楽しめるし、タグとしても楽しめるというもので、タグがこんなにたくさん入っていて、もちろんクリスマスバージョンのこういったジンジャーブレッドマン、生姜パン小僧の形をしているものもあれば、全然普段使いでもいっぱい使えるようなタグも入っています。これは、まあ、今ちょっと開けて初めて知りましたが、これ1枚なんですね。ワンプレートになっています。なので、一つ一つタグを取るというよりかは、これを多分バーンと、スタンプしてから、ダイカットするというような方式になるんでしょうね。いっぺんにできるというのはとてもいい感じかもしれないです。無駄なくダイカットができる雰囲気ですね。どうせなのでこっちもちょっと 見ちゃいましょうかね。お花の方の台は多分別に普通いつも通りの台だと思うんですけれども、ちょっとなんとなく今このタグが思いのほかちょっと今、想像よりもちょっと違ったので、まあこれは同じでしょうね。これはいつもと同じような感じですね。で、お花だけとか、お花っていうか葉っぱだけで使えるようなものとかもあったりとか、こういうふうにフレームになっているものもありますね。これはもしかしたら二重に切れるのかな？二重に切れる感じのようにも見えますね。なので、いろいろ使っていきたいと思っています。それでさらに、このお花のやつ、お花のスタンプセットにコーディネートしているペーパーと、あと、これは全然、スタンプセットとは関係ない、ちょっと秋のものの DSP を一つ買いました。ちょっと秋のものを、カードを作りたいなと思っていたので、これをね、作って、で、しっかりとしたカードに仕上げていこうかな。簡単にできますとかいうのだけじゃなくて、しっかりと手の込んだ感じのカードも作ってみたいなと思っています。さらには、これはちょっとボックスのやつなんですけれども、組み立てると、ミニピザボックスのちょっと深いバージョンみたいな、深いというのは、こう高さがね、高さがあるという意味ですね。で、ちょっと窓がついているはずなんですけれども、ちょっとこういうボックス、ちょっとプレゼント用に最近必要になることがちょこちょこあるので、これをちょっと買ってみました。まあ、さらに、この3色入っているやつですね。グレーグラナイトと、
あ、忘れちゃった。名前忘れちゃいましたけれども。いろいろ入ってます。ブラックベリーブリスかな？ブラックベリーブリスと、あと、あの、あれね。態度がどうたらこうたらっていうやつ。あ、かな？わかんない。ちょっと忘れちゃった。トランキル態度。トランキル態度。これがちょうどトランキル態度のやつだったので思い出してました。トランキル態度ですね。多分、その3色だったと思うんですけれども。で、ちょっとベルベット柄のリボンを買いました。あと、これは、ちょっと、エンベリッシュメントとして使えるものなんですけど、これも、ちょっと、手の込んでそうな感じに見えるカードが作れるかなと思って、あ、うまく全然開けられませんね。すっごい汚く開けてますけれども、ちょっとカッターかなんかで、ビビビって開けた方が良さそうです。あ、あー、カッターがないか、あ、カッターありました。ちょっと待ってね。いいよ。こういうちょっと危なっかしいことはね、しない方がいいですね。こういう下にペーパーがあるような状態とかね。はい。あ。これ、あ、これだけしか入ってません。ちょっと、まあ、うん、これだけしか入ってなくてちょっとちっちゃいけど。でも、多分素敵な感じに仕上がるんじゃないかしら。これを多分パコッと取れるんでしょうね。そうそうそう。こんな感じでパコッと取って、で、ちょっと分厚めの木でできたやつなんですけど、でもこっち側の木の面がね、見えたらいいのになと思うんですけど、それは見えないのね。こっち側じゃなくてこっちが表なんですね。まあ、そういう感じのエンベリも買ってみました。あと、またこれがね、出てきたんですよ。ちょっと、エポキシドロップレットフロステッド&クリアーっていうやつなんですけど、ちょっと、半年ぐらい前に出た、ちょっと雫状の、やつがあったんですけれども、それとちょっと似てるような感じですね。エポキシ系。ただ、これちょっとクリアーな感じのものと、あとフロステッドって、まあちょっと曇りがかった感じのが、入ってます。すごく綺麗です。もう最近エンベリッシュメントこれしか入ってないものがね、なんかこれしか入ってないのって感じがするんですけれども、でもすごく綺麗なので、じゃんじゃん、惜しみなく使おうと思います。あと、これですね。なんかちょっと不思議なやつです。結構みんな、デモンストレーターさんこれ気になって買ってる人多いんじゃないかなと思ってるんですけど、私もその中の一人です。このね、私、スタイラスがなくて、スタイラスが欲しいなと思っていたので、ちょっとちょうどいいかなと思って、これで買いましたが、なんか、詰め替え、てか、付け替え式で、こういうスタイラスが使えるとかいうもの、これではないね。すごい適当に今入れてますけれども。で、あと、これ、スパチュラみたいな、スパチュラがあって、スパチュラは、どうするんでしょうね。あ、これはこういう風に使うんですね、きっとね。ちゃんと説明書を読みなさいよって感じなんですけど、こういう風にスタイラスをつける感じですね。で、キャップがこうやってつくと。で、スパチュラなんかはこうなんか、こうミニスパチュラなので、なんか糊とか、なんかつけたりとかするんですかね。こう、押さえつけたりとか。まあ、そういうのができます。あと、このピアサーというのもついているものなんですね。で、私はピアスを別で持っているので、このスパチュラをちょっとここにつけて、使おうかなと思います。細いのと太いのとあるので、ちょっと細いのがいいかな。細いので、ちょっとここにつけておこうと思います。このキャップはいずれなくしそうな気がしますが。で、これは、ちょっとね、なんかひっつき虫のかっこいいバージョンみたいなやつだと思うんですけど、それを、まあ、ちょっと使い心地はどうなるかわかりませんか。あ、これどうやって入れるのかしら。全然入っていかないですね。全然入っていかない。あ、入っていった。はい。こんな感じで入れ込むのかな。あ、あ、そしたら、あ、なんかすごいいっぱい出てきた。キャこれ出てきちゃったけど大丈夫なのかな？ちょっとちゃんと説明書を皆さん読みましょう。そういうことで、ちょっともうちょっと解明してから、いろいろやると思います。さっきね、これグリグリグリって回していくと、この
パテがここの先から出てくるらしいんですけど、それがムニューっていっぱい出すぎちゃったので、そういう場合は、出すぎちゃったので、それをピュッと取ってまたここの中に入れ込んで、でまた再現することができました。なのでブニューっていっぱい出ちゃってもびっくりしないでください。一応解決策がありましたので、そんで、これで細かいものをちょんちょんって取ったりとかするらしいんですね。今ちょっとこのパテをね触ったら、もういわゆるひっつき虫でした。なのでもしちょっと思ったんですけど、この詰め替えパテがあるっていう風に、まあ、書いてあって、それも詰め替えで変えるんですけど、もしかしたらひっつき虫をこれの中に入れればいいんじゃないかななんてちょっと思いました。でも良い子は真似しないでください。さらにはこの12インチのペーパーを、私はだいたいこれ2枚ずつ入っているので1枚ずつ取り出して、6インチ角に切ってしまいます。で切ってしまいがてら皆さんに柄をお見せしようかなと思ってます。これは秋の柄なんですけれども、秋口に使える系のこう柄なんですけれども、ちょっとこう見本っていうか見本動画みたいなのをスタンディングアップが提供していて、それを見たらすごい素敵だったので、なんとなくちょっと買ってしまったんですけれども、まあ普通だったかなって感じです。でも裏表こうやって見てみると、どっちかは必ず使いやすいものが入っているので、両面が使いにくいっていうことはなさそうです。私はこの色がねすごいクラシトカレーだと思うんですけど、この色がすごい綺麗なのと、ちょっとこうコットンのカントリー風な柄と色、これが美しいなと思って、で裏はこんな感じでなってますけれども、で6インチに切っておくとカードとかにも使いやすいし、いちいち12インチをこう探らなくていいっていうのは、ね、紙を触れば触るほど紙っていうのは傷んでいくので、なるべく触りたくないんですよね、使わないとき以外は。なのでこんな感じで、6インチに切っておいて、でいつでも使えるような状態にしておく、あこういうのがあったなっていう風なのを自分で、把握しておくっていうことが、まあ私の中では大切だなと思う。有効に紙を使っていく上で、どんどん溜まっていかないようにするためにも、こうやってやっています。こういう色とかもすごい綺麗ですね。まあ、このペーパーの中で一番なんかよくわかんないなと思っている柄はこれなんですけれども、なんかこれはちょっとよくわかんない柄ですね。なんとなく。でもまあ、裏がこんな風になっているので、でもまあ、使い方によっては、すごい使いこなせる人もいると思うので、ちょっと面白い感じの柄かなというふうに思います。で、だいたい裏面というのはこんな感じで、シンプルなものであったり、シンプルな色であったりとか、使いやすいものが多いかと思います。なので、こんな感じで6インチに切ってしまいました。さらに、こっちのフロステッドフローラルの方なんですけど、これはちょっと質感がすごく違って、とっても素敵で、質感も色も綺麗なんだけれども、しかもちょっとね、パールがかってるんですよね。それだけでも素敵なのに、柄も素敵で、これすべてが素敵ですね。これは、ちょっと、皆さんにおすすめしたい感じですね。もうすごくこうやって見てるだけで、心躍るというか、すべてが好きな柄ですね。全部好きな柄っていうのは私あんまり、結構珍しい方なんですけれども、これはすべて好きな柄です。さて、裏も見てみましょう。綺麗ですね。
これも容赦なく6インチに切っていきます。で、この柄はスタンプでも似たような柄があるので、これもですね、なので似たような柄、このペーパーがなくなってもスタンプで押していくことができるかと思います。色味とかもすごく綺麗で、両面パールがかってるんですね。今までスペシャルデザイナーズシリーズペーパーというのは片面がもしキラキラだったとしても、もう片面は普通のマットな感じ、普通の紙質だったりとかしたんですけど、これは両面ともパールがかかっていて、とっても綺麗です。はい、これが裏側ですね。はい、で、実際、これらのペーパーをこんな風に合わせていっても、とても綺麗ですね。言うことない感じ。まあ、パールがかっているだけあって、このペーパーというのはちょっと普通の DSP、デザイナーズシリーズペーパーよりも割高なんですけど、その価値が十分あるペーパーですね。ミンネに私は、ちょっとカードを販売をし始めているんですけれども、それにぜひこれも使って、やっぱり高級感というか、出た方がいいだろうなっていうので、これをちょっと使っていきたいなと思っています。そんでこれが最後の1枚です。裏側はこんな感じです。で、もちろん、これは、まあ、冬のカタログの中に入っているものなので、冬物として使えるペーパーなんですけれども、まあ、春先でも使える柄いっぱい入っていますし、もちろん夏とかも季節を問わずして使える柄がたくさん入っていて、しかもパールなのでとても上品です。なのでこれはとっても買ってよかったなって今すごく思っているペーパーでした。そんなわけでレビュー終了したいと思います。